おはようございます。今日は4月の16日、時刻は朝の5時47分になります。はい、今日もね朝からね収録をしていくんですが、まずですねちょっと冒頭で、ドローン界のね有名な笹桃さんいらっしゃいますね、宮古島に行ってらっしゃったみたいでお土産をいただきました。じゃじゃーん。はい、日本最南端のカツオ島、伊良部島っていうところねに行ってこられて、漁師の島飯、島カツオのしぐれ煮ってことで、私ねあんまりしぐれ煮食べないんですけど、この機会にね食べさせていただきたいと思います。はい、っていうのと、あとね塩もいただきましたね。雪塩、はい、顆粒タイプでね、すごくいい音が鳴ります。はい、まあ、ぜひご家族で食べてくださいということで、はい、家族で食べさせていただきます。ありがとうございます。はい、で今日のね本題なんですけど、今日はですね望遠レンズの焦点距離とあと倍率の関係について、触れたいと思います。はい、ちょっとね説明がややこしいですし、何かね例えがないかな。先日、私の元に1枚の写真が送られてきました。その写真見ると、車屋の中に名古屋城があって、で名古屋城の上に金のシャチホコってあるじゃないですか。2つあります。2つね。で、ちっちゃい名古屋城もちっちゃいし、金のシャチホコもめちゃくちゃもうポツンポツンってちっちゃいです。でそれをクローズアップして何ミリの望遠レンズを使えば金のシャチホコがぐわーっとクローズアップされて、ちょうどいい塩梅になるのかということを聞かれまして、まあ映像の仕事の関係でね聞かれまして、でちょっとね私ね返答に困ったんですよ。っていうのも、その送られてきた写真っていうのが果たして何のカメラで撮られたもんか分かんなかったんで、でまあ答えようがなかったんですね。うん、ただまあおそらくですけど iPhone で撮ったんじゃないかなと。もし iPhone で撮ったんだったらフルサイズ換算28.9mm ぐらいなんで、まあ単純にもしねそれ iPhone で撮ったんだったら、28mm でそのシャチホコの間隔がこれぐらいだとしたら、これを2倍だったらこう4倍8倍、うん、まあその2つの距離、金のシャチホコ同士の距離を2倍4倍8倍ってした時に、まあ最適なその倍率、うん、っていうのをそのまま焦点距離で、まあ乗算してやればいい、掛け算してやればいい、うん、ってことになります。はい、ですので換算焦点距離が28ミリだったら、まあ、例えば10倍してちょうどいい塩梅だったらね、10倍してちょうどいい塩梅だったら280ミリになります。換算280ミリです。でこちらにあるのは7300のレンズとあと α6500 です。こうなってくるとまたちょっと話がややこしくなってきます。まずこの光学レンズですね、レンズの7300のテレタンのこの300、この300っていうのはもう普遍ですね。どのカメラを使おうが、ね、マイクロフォーサーズだろうが、フルサイズだろうが、GFX だろうが、この焦点距離が300っていうのはもう普遍です。はい。ですが、このカメラによって最終的にどれぐらいの視野になるのかって切り取り画角ね、これは変わってきます。で、今回の場合、α6500 を持参しますんで、換算焦点距離は、フルサイズ換算ね、の焦点距離は 1.5 かけて、300のテレタンに 1.5 かけて 450mm になります。はい。なので、換算 28mm って言うんだったら、こっちも換算で 450mm。これで割り算して、いただけたら、どんだけこの倍率がね、引き伸ばされるのかっていうのが、お分かりかと思います。ちょっとね、電卓でね、450÷28 は16倍。おおよそね、16倍に拡大されます。はい。なので、ポツンポツンって映ってるのが、かなりね、この、まあ、距離がこれ1センチだとしたら16センチってことで相当クローズアップされるっていうのがね、お分かりかと思います。はい。で、まあ今ね2つのファクター言いました。1つは焦点距離、1つはセンサーサイズですね。これでまあフルサイズ換算に置き換えてやるとか、
まあカメラとか関係なしで、焦点距離だけで、求めるのもいいです。レンズ 300mm で iPhone のレンズが、3mm なのか 4mm なのかちょっと分かんないですけど、まあ、そういう割り算で、はじき出していただいてもいいですが、ただそれができるのはセンサーサイズが一緒の場合ですね。やっぱり、2つのそのカメラっていうのがそれぞれセンサーサイズが違うんだったら、やっぱりそれだと不便だから、だから換算焦点距離っていうのがあるわけですね。はい、そういうのが分かると、まあ光学的な何ミリね、イプシロン180というのが 500mm とか、 TOA130 というのが例えば 1000mm とか、そういう絶対的なもう普遍の焦点距離じゃなくて、実際にじゃあ映した時にどれぐらいの切り取り画角になるのっていうね、そこを知りたい時に換算焦点距離というのが役立つと思います。はい、お互いにカメラも違うし、ちっちゃいスマホで撮った、こっちはねミラーレスで撮った、その時にどれぐらいの拡大率、ズームするのかっていうのは換算焦点距離に、置き換えてから、まあ、その割り算をして、倍率っていうのを出していただけたらいいと思います。あと、まだ言うとですね、超解像ズームっていうのもありますよね。まあ、それを使うかどうかっていう話もあるんですけど、映像の場合だったら超解像ズームで 1.5 倍ぐらいまで拡大できるということになると、450に今度は 1.5 をかけます。そうすると 675mm になります。はい、っていうのもありますし、もっと言うとね、これ映像の話ですけど、もっと言うと最終出力がフル HD ね、はい、になった場合は 4K で収録しておけば、ね、4K で収録しておけば面積でいうと1/4、つまり倍率でいうと2倍クロップできる、で、これにまたさらに 675mm に2倍かける、かける2で、まあ 1350mm までクローズアップできるということになります。はい、超解像ズームを使えばね、使わなかったらもうちょっと少ないですが、はい、まあ、そんな感じでね、クロップしていく、まあ、もしくはセンサーサイズの小さいカメラを使う、マイクロフォーサーズとか1型センサーとかね、そういうのを使っていけば、まあ、あたかもフルサイズの換算で、まあ、1000mm、2000mm っていうのは結構ね簡単に出てしまいます。はい、に対して私、まあ、いわゆる超望遠、まあ、天体写真をやってる人間なんで、 1000mm とかね、まあ、800mm とか、そういう焦点距離で、まあ、フルサイズをつけて撮ったりとか、まあ、そういうので例えば APS とかマイクロフォーサーつけたら、もうそれこそ 3000mm、4000mm とかね、はい、そういう世界になってきます。まあ、そういう、まあ、焦点距離の実際に長い天体望遠鏡で写した1100mm のシャチホコと、まあ、こうやってクロップにいろんなこうあの手この手で引き伸ばした、拡大引き伸ばしたシャチホコっていうのは、まあ全然写りは違うんですけどね。なので、まあそこら辺に天体写真、天体望遠鏡とかね、超望遠の意義っていうのがあるんですけど、まあまあ、まあこういうものでもね、引き寄せることは可能である。まあこういうものを使わなくてもハンディカムでほら今何十倍ってできるじゃないですか。あれもセンサーサイズが小さいから、まあ結局、フルサイズ換算の焦点距離っていうのは望遠側にはどん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 伸びていきます。はい。ですので、まあ、画質劣化とかね、そういうのがあるんで、まあ、本当にしっかり、精細に、シャープに撮ろうと思ったら、それはそういう望遠レンズを使うのがいいとは思うんですけど、まあ、そんな感じで、最終的にどれぐらいになるのかっていうのをイメージして、まあ、割り出して、その適切な望遠レンズを選んでいただくという形になります。はい。ちょっとね、これね、私解説者として、そして YouTube 発信者としてすごくね、ナーバスというか伝えづらい部分ですね。この換算焦点距離云々とか、そう、換算焦点距離がどうだよとかこうだよとかっていう話は発信者としてね、すごくね、私今これ一発撮りで撮ってますけど、ちょっと何か一言ワード間違えるとすぐツッコミが来そうなね、非常にねナーバスなところです。はい、ですが、まあ基本を押さえておけば、まあ何も勘違いすることもなく、はい、まあアンドロメダ大星雲っていうのがあって、視野の中でこれぐらいの大きさですとね、実際に欲しいのはこの2分の1の面積が欲しいと、フルサイズで撮った時にこの 500mm でこのサイズだったら、これぐらいしか欲しくないんだったら面積2分の1だから、APS を使えばいいとかね、 APS だったら 1.5 倍か、マイクロフォーサーズを使えばちょうどいい塩梅だとかね、もしくは、焦点距離で伸ばしていくのか、焦点距離で伸ばすんだったらアンドロメダのサイズを、ね、長辺短辺ともに2倍にしたい、
つまり、長編短編2倍にしたいってことは倍率で言うと、まあ2倍ですね。面積で言うと4倍ですね。はい。その面積と、焦点距離のその倍率っていうのが、ちょっとまたね、落とし穴になってきます。はい。面積4分の1にするってことは、焦点距離を2倍伸ばすってこと。はい。いうことになりますね。うん、そこら辺がね、ちょっとややこしい、部分ではありますけど、まあ、基本が分かってればね、私もだから天体写真で、まあ、あれですよ、普通の一般の写真と違って、まあ、金のシャチホコっていうのがたまたま、これ以上先には寄れないっていう限界があるから、そういう望遠の話になってきます。ただ、まあ、基本的には本当に寄っていける被写体だったら寄っていけばいいし、で、それができないのが天体写真ですね。アンドロメダにどんだけ寄ろうが、例えば私が月に行ったとしても、アンドロメダのその相対距離って変わんないですよね。だから、望遠でどんだけ伸ばすのかとか、センサーサイズで、いかに、まあ、ちっちゃいところをこうクロップして拡大していくのかとか、拡大率の話ですね。そういう話になってきます。ただ、換算焦点距離がすごいだろう、これ4000ミリだよとかって言ってても、センサーが小さいんだったら、やっぱりその分ぐーっとこう引き伸ばしますんで、引き伸ばせば伸ばすほどノイズっていうのはどんどん目立ちやすくなりますし、やっぱりラージフォーマットに比べて、ラージフォーマットの換算1000ミリっていうのと極小チップで捉えた換算1000ミリっていうのは全然違いますからね。はい。ですので結局画質を追求していくと、最終的にフルサイズで何ミリの望遠鏡、25センチの800ミリとか1000ミリで F3.3 とか 3.6 とか、まあいわゆるその天体望遠鏡の世界になってきます。はい。になってくると、まあよりそのクローズアップ焦点で、まあアンドロメダの腕のディテールの細かい粒々が映ったりとかね、はい、そういう話になってきます。とてもじゃないけど極小チップで換算うん百ミリとか千ミリとかってやっても、なかなかそういうのがね、感度も及ばないし、ノイズの関係もあるしとかでね、まあ苦戦されるということになります。はい。そんなわけで、ちょっとねダラダラになってしまいましたが、焦点距離と倍率についての関係っていうのがもやーっとね分かっていただけたらと思います。まあ今回たまたま、その送られてきた画像の焦点距離が分からないっていうのと、まああと最終これぐらいにクロップすれば、これぐらいに拡大すればシャチホコがいい感じで収まるよっていうね、そういうイメージはなんとなく頭にあったんで、私の場合はだったらこのレンズ持っていけば事足りるなっていうことが分かりました。皆さんもね、そういう感じでレンズの最終焦点距離何ミリに持っていくのかっていうのは、焦点距離とセンサーサイズとか、あと 4K かフル HD かとかね、最終ね、そこら辺を踏まえて決めていただけたらと思います。はい。そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。